これクイーンヤマン、いやいやこんな大きいのなかなかないですよ。香ばしチーズが香るとろっとろのラザニアパンに、2ヶ月で累計3万個を売り上げた大人気クロワッサンなど、今日はみんな大好きパンを大特集。道民が愛する二大ベーカリー店、どんぐりとペンギンの今期見逃せない最新新作パンをご紹介します。まず最初は北海道をはじめ全国53店舗を展開中、恵庭生まれのパン屋さん、ペンギンベーカリー。十勝産小麦を 100% 使用した看板商品、飛べない食パンをはじめ、これカレーパングランプリ金賞受賞してますよ。しかも3つ、どれも美味しそうですよね。日本一美味しいカレーパンを決める大会で最高金賞に選ばれた道産牛がゴロッと入ったチーズカレーパンなど、道産食材にこだわったパンを提供する地元北海道に根付いたベーカリーショップです。そんなペンギンベーカリーの今が旬の新作パンが、こちらが新商品の秋のグルメツアーのコーナーになります。最近寒くなってきましたけども、ここにはまだ秋があるんですね。はい、秋の味覚をテーマにした秋のグルメツアーは全部で5種類。栗にそっくりな見た目の栗あんパンに、アーモンドやカシューナッツなど5種類のナッツを使ったキャラメルナッツ、そして、お、あんこと栗のペーストですか。洋風のクロワッサンに和風のあんこと栗クリームを合わせた栗とあんこの和風クロワッサン、なんてハイブリッドなものも。甘い、このあんこと栗の優しい甘さでホッとする味。この生地もちょっと栗の味しますね。もうまさに栗尽くしですね、このクロワッサン。旬の食材を使った甘いパンが揃う秋のパン、一番のおすすめがこちらの新作の鶏ごぼうサンドでございます。今年の新作なんですね。はい、いろんなシーンで秋のグルメツアーを楽しんでいただきたいということで、おやつだけじゃなくお食事でも楽しんでいただけるようにご惣菜パンをご用意いたしました。ペンギンベーカリーの最旬新作パンは根菜をたっぷり使った鶏のごぼうサンド、キャロットラペにレタス、しっとりと仕上げた蒸し鶏にごまドレッシングで味付けをしたごぼうと人参のサラダをたっぷりとサンド、ボリューム満点な一品となっています。パン生地サクサク、ごぼうシャキシャキですよ。中の鶏肉もすごくしっとり、そしてこのキャロットラペ、これがちょっと酸味効いててアクセントになってますね。このごぼうと人参のシャキシャキ感と鶏肉のしっとり感、そしてこのパン生地のサクふわがもう全部まとまってて絶品ですね。他にも外せないのがこちらの新作パン、ナスのボロネーゼ。ジューシーなナスとチーズ、ブロッコリーの下には完熟トマトとひき肉、野菜をじっくり煮込んで作ったボロネーゼが、ふわふわ食感のパンとマッチしてペロリといただけるお食事パンになっています。他にも新作がございまして、こちらになります。こちらの北海道産小麦のミニクロワッサンです。2ヶ月で約3万個販売いたしました。3万個。こちらのミニクロワッサンは今年9月札幌中央区にオープンしたペンギンベーカリーココホールタウン店で先行販売。
看板商品として売り出されるや否や、オープン2ヶ月で累計3万個を売り上げた話題のパンなんだとか。味は全部で4種類、王道のプレーンに加えアーモンドクリームとチョコを混ぜたショコラ味、抹茶と小豆を合わせた和菓子風なもの、さらには福岡県の名店金福の明太子を使った明太子クロワッサンなんてものも。実はな、お味はいかが？もう待ちきれなくて食べちゃいました。あ、もう明太子とクロワッサンのバターのコクが合わさって最高。上に海苔も乗ってんのも分かってる。分かってるってどっからの手伝いだ。現在はポールタウン店、北野店、丸山裏参道店で販売中。今後他のお店でも販売予定とのことなので、見つけたら要チェックですよ。道内2大ベーカリー店最新新作パン、続いてのお店はこれ、クイニーヤマン。いやいや、こんな大きいのなかなかないですよ。糸口アナの顔半分くらいの大きさもあるスイーツパンに、両手いっぱいの巨大な肉まん、具材もこんなにたっぷり入っています。こんなビッグサイズなパンがあるのは、札幌を中心に11店舗を展開するどんぐり。道民おなじみのちくわパンをはじめ、店舗ごとに違うオリジナルメニューを味わえるのが人気の一つ。こちらのココのすすきの店のテーマは、いつもと違うどんぐり。他のどんぐりとは一味違うビッグサイズでボリュームのあるパンを多く作っているんです。そんなココのすすきの店の最新新作パンがこちらのアップルパイになります。うわー、美味しそう。道産小麦を使用していて、たくさんのリンゴとシナモンの香りが楽しめる商品になっています。こちらのアップルパイ、多い日には1日150個も売れる人気商品です。私もね、これ一個買いしたいね。自家製のリンゴのコンポートとカスタードをたっぷりと入れたボリューミーでスウィーティーな一品、スタジオにご用意しましたよ。石井さん、どう？ジューシー？ちょっとこれ持った時にものすごい重い。あとリンゴがやっぱトロトロジューシーで、あのこのパイの部分も本当バター効いてて美味しい、うん、でしょう。リンゴのコンポートは白ワインでじっくりと煮込み、じゅわっと感をアップしているそうですよ。他にも新作パンいろいろありますよ。27層のブリオッシュ生地とシナモンを合わせた濃厚シナモンロールに、たっぷりのクリームを水分量の多いもちふわパンで包み込んだ、まるでケーキのようなスイーツパンも。その中でも特に見逃せない最新新作パンが、こちら特製ラザニアホットサンドになります。甘いパンもいいですけど、こういったお惣菜券も最高ですよね。寒いこの時期食べたくなる最旬新作パン、特製ラザニアのオープンサンド。いや、もうチーズたっぷりですよ。美味しそう、チーズとろとろ。このチーズとソースのこのトマトの酸味、これがまた相性抜群です。こちらのラザニアパン、ひき肉とトマト、春雨などを合わせた特製ミートソースを使用。春雨を入れることで余分な水分を吸収して、ソースにコクが増し、食感をアップさせているそうです。さらに自家製のホワイトソースとチーズソースをたっぷりと塗って、チーズをまぶしてオーブンへ。最後にバーナーで炙って香ばしさをプラスしています。パンのサクサク感とチーズのまろやかさ、しっかりとしたひき肉の肉感とトマトの酸味、そしてお野菜の旨味まで、
このパン1個で感じることできますよ。今の時期しか食べられないどんぐりの最終新作パン、12月にはクリスマスに向けた新しいパンも考えているとのこと。そちらもお見逃しなく。スタジオにはどんぐりの特製ラザニアのオープンホットサンドご用意しました。おいしい、これめっちゃおいしい。ソース、お肉ボリボリで、しかもこのクリームソース、これちょっと乗せすぎじゃないんですか、どんぐりさん。すごいね。ちょっと食べた瞬間にこぼれそうになるぐらい。ちょっと今温めてね、ここに出してもらってるんですけど、ちょっと温めるのいいですね。いやー、これも本当に一食分に相当するぐらいの、ね、あとこのバーナーで炙った香りが香ばしくていいですね。そうですよね。何が美味しいか、何にしても美味しいね。このパン生地は人気の塩パンと同じものを使ってるんです。美味しい、やっぱりね、間違いなく美味しいですよね。ミートソースも含めほぼ全て自家製で作っているということでした。そしてペンギンベーカリーも魅力的なパンが揃ってますよ。あのユニクロワッサン、いろんな種類あって可愛かったね。そうなんですよ。プレーンにショコラ、抹茶、明太子の4種類あるそうなんですよ。でショコラと抹茶は特製アーモンドクリームを混ぜて作っているということで、これ美味しい。私あの明太子、海苔が乗ってた。もう私明太子大好きなので、ね、もう待ちきれずかぶりついちゃいましたけど。分かってらっしゃるみたいなことですね。さすが分かってらっしゃる。海苔の風味が乗っかってるっていうのも本当最高なポイントかなと。はい、ちょっと明太子語らせたら長いんで、うちのチストは、まあ、ちょっと、はい、本当に美味しいですよね。いやでもあの子、前日に美味しいパンを買っておくと、次の日の朝起きるのが楽しみ。わかる、わかる。もう枕元に置いときたいもんね。朝起きてすぐかぶりつく。夢に出てくるでしょ。そうそうそう。いやでもパン屋さんに行ってこのパンを選んでる時のあの幸せ。そうね。でお手頃な価格で、これ何個買ってもね、これぐらいで済んでるんだなってね。パンの森に迷い込んだかのようにね。いいですよね。あと朝パン屋さんの近く通る時のあの香り、止まらないですよね。どんぐりとペンギン、あのそれぞれ皆さんお気に入りの、ね、定番のものあると思うんですが、新作のものもぜひチェックしてみてください。